はい、コズの趣味部屋へようこそ。今回もね、ご紹介するのはこちら。はい、出ました、ワンパンマン。ワンパンマンから地獄の吹雪。はい、こちらが出ましたね。前回のね、戦慄の竜巻に続いて妹の吹雪が出ました。はい、このね、陰影とラインを強調したフィギュア。はい、エスプレッソシリーズ。はい、こちらをね、今回はご紹介していきたいと思います。ではね、ブリスターじゃないな、袋の状態見ていきましょう。はい、このように中は入っていました。はい、これをね、パカッと開くと出てきました。はい、まずね、台座に今回は分割されてますね。前回はボディーパーツ一つだけだったんですけれども、今回は手パーツ2つに本体と、はい、4つ構成ですね。はい、ではね、早速組み立てちゃいたいと思います。はい、組み立て終わりました。では本体見ていきましょう。こちら、これはね、もう私の推しなんですけれども、二押しの吹雪なんですけれども、このラインボディラインがね、もうすごいね、ボンキュッボンですよでスタイリッシュでね、この腕上げてるポーズ、最初ね、取り付けるときね、あれと思ってやってたんだけどね、真上だったんですね。ずっと下でこうやってつけようとしてた。はい、いや、これはなかなかいいんじゃないですか。お顔ね、はい、いや、これは似てますね。うん、原作と同じ感じはします。はい、吹雪、うん、似てる。うん、で、このね、アクセサリーもね、細かくできてますね。でね、お姉さんと違ってね、胸がでかいんだよねすっごいでかい。で、このボディライン、ちょっとへそのね、くぼみまで再現されてる、ちょっとタイトな感じですけれど、ほんとボディラインを強調したようなデザインのフィギュアで、このね、スカートのたなびき方もね、いいですね。で、これ中もね、あの竜巻と同様でね、見えないんですよね、うん、これはすごい鉄壁ですね。うん、ラインがすごい。はい、で、台座はね、前回の竜巻と同様にちょっと厚底の台座になってますね。はい、ではこれに差し込みたいと思います。これね、前後で穴がね、太さが違うんで、それに合わせてこっちの穴のくぼみも大きさが違うんで、それに合わせる感じですね。はい、はい、入りましたね。いや、これ結構硬いんで、うん、下手したらね、台座の支柱が折れる可能性があるんで、温めてから
入れた方がいいかもしれないね、うん、ちょっと自分危うかったですね。また例のごとく折ってしまいそうなそんな感じがしました。はい、うん、いやいいねこれね、ほら、うん、スタイリッシュ。ちょっと竜巻と並べてみますかね。はい、竜巻、はい、こうやって並べるとね、うん、やっぱり妹の方が大きいですね。まあ竜巻の場合これちょっと浮いてますからね、宙に、はい、うん、この姉妹は最強ですね。いやいい、はい、ということでね、今回もアンパンマンからフィギュアをご紹介させていただきましたがね、いやもっとねワンパンマンのフィギュア出してほしいですね、うん、まあ埼玉はねちょろちょろ出てはいるんですけれどもね、決定的なっていうのがねなかなかないんですよね、うん、なので本当は埼玉の、うん、出来がいいフィギュア出してほしいな、スケールフィギュアで、はい、ということでね今回はこの辺で終わりたいと思います。回転台座に乗せてじっくりと見ていただいてお別れとなります。ぜひねこれを見てチャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。